灼熱の紳士ガオレット、でーん、孤高の表しガオイエロー、でーん、怒涛のサメガオブルー、でーん、鋼の猛牛ガオブラック、でーん、うるわしの白虎ガオホワイト、でーん、命あるところ正義の雄たけびあり、百獣戦隊ガオレンジャーガオ。オルグシードよ、消えゆかんとする邪悪に再び巨大なる力を。はあ、鬼は内、福は外、ドーン。うわぁ、やっておしまい。うわー、ブワーピシードーン。うわー、この間のオルグが大きくなったのもあいつらのせいだったのね。ああ。だが俺たちにはパワーアニマルがついてる。百獣召喚。ピシッ。ガー。獣の剣と魂の宝珠が合わさって、天の声が天空を越えて響くとき、その音色に応え、大自然の精霊たちが、光の道をかけ、地上に降臨するのです。来てくれたか、パワーアニマル。ぐわー、ドド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 ド。そうか。みんなもパワーアニマルの声を聞くんだ。ガーブシュコー。聞こえた？確かに俺の心に。うん。ああ。みんなの心を一つにするんだ。ピーン。百獣合体。ドド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 ガー。うわー。ぐわー、ピシュッ、ブッ、ピシュッ、ボーン。五人の戦士の心が一つになるとき、宝珠が輝き、気高き猛獣に歌いかけます。バサッバサッ。おお、よし、行くぞ、は。ライズアップ。ぐわー。猛獣たちはその聖なる肉体を一つに重ね、巨大なる精霊の王が生まれます。誕生ガオキング。俺の攻撃を受けてなぜ倒れない？ドスコイフィンブレード、
ピシューにゃー、くらえ、もうピシー、出し、うわー、今だ、ボーン、シャークショット、ブッ、ピシピシピシ、ドンドンドン、うわー、タイガーアタック、ブッ、ピシピシピシ、うわー、うわー、ボンボン、ピシピシ、いやー、天地孔明、アニマルハート、うわー、ブッ、ドン、やった、よっしゃー、勝ったー、ボーン、プシー、ドーン、デデーン。お疲れ様です、前田です。いつもご視聴ありがとうございます。まさとし前田チャンネルでは、騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックス玩具、騎士竜王を使って、いろいろな合体遊びをしています。視聴者の皆さんが考えたオリジナル竜装合体の遊び方をぜひ教えてください。私が考えたオリジナル合体や、視聴者の皆さんが考えてくださった合体の仕方、それを竜創造合体シリーズとして、シナリオを勝手に制作、合体シーンも僕が勝手に考えて作ります。応募フォームやコメントで皆様からいただいたアイデアは、一つずつ、まさとし前田がチェックしております。この夏から、俺も加わったぜ。2019年7月現在、ティラミーゴ3体、トリケーン4体、アンキローゼ4体、タイガランス4体、ミルニードル4体、ディメボルケーノ4体、モサレックス2体。前田の家にいっぱいいます。おもちゃ屋さんか。今では毎日のように視聴者の皆さんがアイデアを送ってくださいます。そのおかげで次々と新しい竜創造合体ができてるぜ。送っていただいたアイデアが採用された方は動画内で発表。お礼を申し上げます。ファイブナイツをベースにしたものや、騎士竜王をベースにしたシンプルなもの、とにかくごちゃごちゃ合体させたもの、たくさんのアイデア、コメントをお待ちしております。できれば俺を後ろに回す合体はやめ。ということで、皆さんの力と、まさとし前田の力を、一つに合わせ、ドルイドンもびっくりするような、竜創造合体を決めようぜ。ああ、できれば俺の顔を前の方に、リューソールのことも忘れないでね。騎士竜が増えるたびに増えてます。いやー、シンプルに3体合体とか、騎士竜王をいじったりとか、スリーナイツのバージョン違いとか、ファイブナイツをベースにぐっちゃぐちゃにくっつけたりとか、とにかく今までいろいろなやつをやってきたね。中には微妙なやつもあったけどね。まさとし前田の思考回路はワンパターンだからな。し、やる気なくしたらどうするのよ。お、これかっこいいな。俺たちのロボットは他の戦隊と違って自由度が半端ないぜ。ティラミーゴ1体、タイガランス2体、アンキローゼ2体とか、ミルニードルを4つ使った合体とか、いろいろなアイデアをいただいたね。中には息子さんが考えてくれたやつをお父さんが送ってくれたやつもあったぞ。しかも写真付きで、今現在、竜創造合体の応募フォームには、写真をつけることもできますので、こんなかっこいいやつできましたっていうのを送ってくださると、それの合体シーンを勝手に僕が考えて作ります。おお、M 字だ。なんとギガント騎士竜王っていう名前が被ったんだよね。アバレンジャー先輩とコラボしたり、騎士竜王なしの合体とか、違うパターンのファイブナイツ、そして季節外れのクリスマス。ディメボルケーノも登場しての6体合体や、こんなめちゃくちゃな合体みたいなこともやったね。トリケーン4つとか、ドリルいっぱいとか。
これはかっこいいね。ディメボルケーノのパーツは映える。おお、すごい。いや、でっかい武器かっこいいね。ミルニードルも4つ合体するとかっこいい。とにかくいろいろな竜創造合体をやってきたけど、すごく毎回楽しい作品ばっかりだったね。お、ついにゴールド登場？これも奇抜だなぁ。またアバレンジャーやったり。モサレックス登場で、竜創造合体の遊びも広がってきたぜ。燃えてきたー。カナロ、それ戦隊が違うわ。ミニプレイヤーガシャポンでの応募も待ってるよ。そしてこないだからやってみた新企画、竜創造合体のアイデアもよかったら送ってください。この企画は今までの竜創造合体とは違って、ある程度縛りのある状態からスタートする竜創造合体だ。例えばだけど、騎士竜を3ナイツに他の騎士竜の尻尾パーツを全部つけてくださいとか、騎士竜を5ナイツにした時の余剰パーツだけ騎士竜陣につけてくださいとか、そんな感じかな。とにかく最初からある程度何か制限されてる状態でスタートする竜創造合体ということだね。詳しくはこちらの動画を見ていただくとわかりやすいかもしれません。よろしく。同時に敵キャラに使うロボットのアイデアも募集しています。私のチャンネルでは敵キャラを他の戦隊のロボットにやらせますので、この怪人はこういう特徴があるからこのロボットがいいとか、この敵はこういう攻撃をしてくるからこのギミックを持ったロボットがいいんじゃないとか、そういったアイデアがいただけたら嬉しいです。敵キャラを選定する際の理由付けになるので非常にありがたいです。ちなみに我が輩は目立つところにつけてほしい。かっこいい、面白い、イケてる、竜創造合体遊びを教えてください。皆様からのアイデア、コメントお待ちしております。前のやついっぱい使い回してごめんちゃ。よろしくお願いします。前田でした。